ガブリエル・アルベール・オーリエは、フランスの象徴主義の詩人、美術評論家、画家である。アンドル・ケン、シャトールーに生まれ、1883年、法律を勉強するために、パリに出たが、間もなく、美術と文学に興味を持ち、象徴主義の雑誌に寄稿するようになった。1886年から89年にかけて、単美主義の雑誌、ル・デカダンに寄稿。また、 1889年4月に、レオンデシャによって創刊された、芸術、文学雑誌、ラプリムにも寄稿し、同年から、ル・モデルニスト氏の編集長を務めた。1890年、アルフレッド・バレットを発起人として、オーリエの他ジャン・モレアス、アルフレッド・ジャリ、レミド、グールモン、サンポル・ルーラ象徴主義の詩人によって、メルキュール・ド・フランス氏が再刊された。 同誌に掲載された孤立者たちフィンセント・ファング・フォ絵画における象徴主義ポール・ゴーギャンという評論は、オーリエの名声だけでなくこれら二人の画家の知名度向上にも貢献した。マルセイユへの旅行の直後、オーリエはチフスにより1892年10月5日にパリで死去した。27歳であった。次の日、彼の亡骸は、 彼の友人、作家、画からによって、オルレアン鉄道のオルセイ駅からシャトールまで運ばれ、その地の家族の墓に埋葬された。死の6ヶ月後、1893年4月に、彼の友人らが彼の遺向を集め、メルキュールド・フランス市から観光した。オーリエが生前収集していた、ゴッホの作品の大部分は、ヘレン・クレラー・ミューラーが取得し、 現在クレラーミュラー美術館に収蔵されている。コレクションのうちエミール・ベルナールやオーリエ自身の作品は1960年にパリで展覧された。ありがとうございます。